皆さん、こんにちは。小川太郎です、えー。LGBT 法案をめぐって、かまびすしい状況になってきました、えー。これはですね、端的に言うと、稲田智美さんがこの件、えー、法案、前のめりになる状況の、まあ、一種の先般です。えー、いろいろ私も、えー、取材をしたり、調べたりしておりますけれども、そう思います。 でまず私の立場については、これはえ私の本、えー、新生保守の反論という本に収録されておりますが、政治は生きづらさという主観を救えないと、でこれは慎重45に私がかつて、えー、載せた論文、でこれが、まあ、私自身、まあ、これ読んでもらったら分かる、何の差別,差別どころじゃないんですよ、だけど私はこれで差別主義者だなんだだと、いろいろ言いがかりをつけられた上えに、慎、え、重、ー、45、配管に、えー、追い込まれた。 まあ私のの論文のせいいで雑誌が一つ潰れたととうことになってしまった、えー、しかしこれはこれ見ていただけば読めますでこれで雑誌が潰れたらそ,そんな時代そんな風潮の方がよほど恐ろしいだろうということは分かってもらえるんですがその簡単によってですね私は性というものは社会の歴史に育まれた社会の良識そして性というものは秘め,られる秘められてなければならないということを言っています。 性というものはあからさまに平場で議論するテーマじゃないんです。これは人間の長年の良識です。このことを忘れてですね、え性というものを大っぴらに議論しているという状況自体が、えー、一種の、えー、私は狂気であるというのが私の一番根本の立場です。で その社会良識というものを広げていくということと、えー、法律だ、権利だそして権利ということにいろんな要素が乗っかってきます権利をひっくり返せば利権だよそういうものがいろいろ乗っかってくるんだだからこういう、えー、意味であの慎重でなければならないというのが根本的な私の態度でありますしかし同時にですね、えー、こので稲田さんがなぜこの問題で、えー、主犯格になるかと言いますと えー、彼女はですね、えー、もう早い段階で、えー、超党派の議連を作って、ですねそして、えー、立憲民主の、ね、西村さんと一緒に、ですね、えー、これ、署名を集めて、この、えー、法制化を進めていくでその時にですね彼女が超党派でですね、 えー、非常に過激な内容の、えー、主張をしている、これは何かといったら、まあ、政治人という言葉これ入る、それからもう一つ、えー、同性婚ですよ、これね、自民党のもともと安倍さんの、えー、側の保守の安倍さんが抜擢した人がですね、同性婚というところまで踏み込んで、そして立憲民主の極左と、えー、のろしを上げるという状況になってしまう。で えー、その状況の中で、えー、何らかのアクションは反アクションは起こさなければいけないというのがそもそも最も大きな、えー、今回のきっかけであるというふうに、えー、私は、ね、考えていますそしてですね、えー、そういうわけですから、えー、少なくともこの問題に対して、えー、日本の立法府が、えー、そもそも法案が必要なのか必要ないのか それから、えー、作るとしたら、多くの懸念事項があります。でえー、何しろ、えー、諸外国においても、えー、この LGBT をターゲットにした特定の法律というのはこれ、えー、高取、修、え、二、ー、国会議員が衆議院議員が、えー、紹介をしていましたので私も早速取り寄せましたが、えー、内閣法制局の方で えー、G7 各国の性的指向、性自認に基づく差別禁止の法制度比較についてというものを見る限り、えー、いずれの国でも、えー、憲法における一般的な差別禁止、それは我が国の憲法にあるわけで、で法律レベルで、えー、性的指向、性自認に特化して差別禁止を定める法律は、えー、7か国いずれにおいてもないわけですね、これは法制局が調べている法制局の正式な文言で、ここに書いてあります、法律レベルではないんだと。 で我が国はそれを、えー、これだけ性の豊かで寛容で、キリスト教社会と違って、そもそも性の多,多様な現れ方、性そのものはですよ。生物学的性は、これは男と女。基本的にそれしか、オスとメスですよ。で、これは遺伝子的には。で、あとは、結局、脳とか意識の問題でしょで。脳や意識の問題の多様性っていうのは、日本においては様々な形で緩やかにもう公認されてるわけですから、そういう意味では、えー、基本必要ない。 じゃあ、ところがですね、えー、ここで、えー、法律を何らかの形で作った方がいいのかいけないのかという問題を我々は少し考えなければいけない考えなければいけない以上私は拙速には反対しておりますしかし、えー、今私たちが考えなければいけない大きな問題は実は、えー、地方における LGBT 関連条例これが 非常に広がっていていでですすね結構危険なんんよ皆さんこの、ね、LGBT 条例というのは50自治体で今もう施行されて、えー、50自治体これはもう去年の記事だな,、えーっとなえー、去年の段階で50自治体で今もっと増えてると思いますけれども、えー、人口にするとですね非常に大きな例えば埼玉県であるとか山梨県であるとか えー、三重県県であるるととか単位のところもあるわけですねそして、えー、大都市圏世田谷区なんか代表ですけどそういうところで結構そのリベラル局左の、えー、首長って結構多いんですよ日本は今でもまだ。でそういうところでね人口でいうと30%の人口がすで、えー、に LGBT 条例化に住んでいますそういう都市に。 でその中で埼玉県において例えばですね性的指向または性自認を利用する不当な差別的取り扱いをしてはならないという形で、えー、もうこの条例に性自認という言葉が入ってしまってるんですねでもこれはもう保守系の番組で散財ってその性自認というのは、えー、そもそも、えー、正確に対応する、えー、欧米の言語もありませんし、えー、非常にこの恣意的な拡大解釈が可能になる つまり医学的な見地からの性同一障害というものと、えー、明らかに違う、えー、拡大するニュアンスが、えー、含まれてしまいますね。そして、えーまあ、今現実にですよ歌舞伎町タワーにおいてですね、えー、もう性別を使える2階の飲食エリアで、えー、女,女性専用トイレがないという状態で。 えー、私の友人も、えー、物見さんにですね出かけていったと。でまあ変な人がたくさんうろちょろしてそして警備員が立ってると。警備員が立ってるから安心だって言うけどいちいちトイレに警備員つけるバカがありますかね警備員つけなきゃいけないようなトイレ作るなっちゃ話でしょそんなものは。でこういうふうにですねさまざまな民間が、えー、拙速にこの社会の 当たり前に通用してきた社会のあり方をですねどんどん塗り替えていくでそれによって、えー、一部の人は声を上げてますが普通の女性生物学的女性っていう言い方も私も何だか抵抗あるんだけどその人たちの、えー、今度は人権がと人権というよりこれは人権じゃないよまあほにその生存権に近いね例えばその「性自認」という言葉がもう横行してこの「政治認」は定義がないそして「 まあ極端にというか実際にですね、えー、もう女子トイレにですね男が中にうろうろしているとしかし本人に聞くと私は性自認としては女性ですからというとでこれは条例にも書かれているとでその人物が不当な差別だと言い募り続けたらそれは不当な差別でないと証明はできないわけですという状況に対してですな この条例がすでに、えー、各、えー、自治体で促進されていると。当然旗を振っている局座がたくさんいるわけです。で、埼玉県の場合は何しろ、その局座が稲田朋美さんの埼玉県の後援会長ですからね。これ安倍さんが大変問題視したんですよ、この人、この人については。で、そういう状況を逆に野放しにしていいのかと言ったら、国においてむしろ きちっとこの LGBT というものが、えー、大変危険な女性の身の危険になるような悪用されたりあるいは、えー、さらにそれが利権になっていくというようなことがないように、えー、していただかなければいけないでその場合に国においてそれをどのような形で、えー、注意をしていくのかという観点はこれから実は我が国で必要になります。 で今回の、えー、自民党の法,法案、えー、これにおいて、えー、それが十分尽くされていると現状で私は考えませんが、えー、まだまだ本当は揉まなければいけない、だから今の段階で、えー、のものを総務会でそのまま、えー、鵜呑みにしたもので法案にするのではなく、えー、もう少し精査をした上でで、すねこのような、えー 国民一般の心情また女性たちの、えー、不安に、えー、きちっと応えられるそういう法案になるのかそれともそれができなければ廃案にするのかそのあたりも含めた、えー、慎重な姿勢が、えー、望まれると思います、えー、私たちにとって大事なのは、えー、ゴールとしてのまず当然、えー、自然に生きやすい共生をしていた国 共に生きるという共生をしていた国において、えー、一体法整備が必要だとしたらなぜなのか今言ったように私は必要だとしたらこれは、えー、地方での条例化の促進これに対して国が、えー、ある意味できちっとした、えー、立場表明をしていくという観点ならば有効であるという考え方を持っています。そして えー、この問題については、えー、自民党の保守派、執行部、えー、それぞれにさまざまな議論を重ねていますので、えー、多くのですね、えー、国民が声を上げていくということは必要であろうと思います。でえー、最後にもう一度その稲田さんが、えー 主犯格だと言ったそれは自民党と野党が野党の中で極左でもはや極左というべき立民の超党派の議連でですねその同性婚ですねこの同性婚について実は私はえ最大の防御ラインが同性婚というものは日本においてというよりこれはもう世界でも私は揺り戻しは必ず来ると思いますあの結婚というのはですねえーなんか 好好ききにににになななっったた異性性ととかああるるいいはき性的に好きになったものが一緒になるという意味じゃありません歴史によってこれは私は古来の法永遠の法という言い方をしますけれどもえバークエドマンド・バークの保守主義から来るような話でちょっと難しくて悪いんですけどね、えー、この結婚というものは、えー、共同体の作り上げてきた一つの知恵なんですよ存続の。でこれは歴史的な声であって私たちの時代の法,法制度じゃないんです。 私たちの時代の法制度は歴史の声に合わせなければいけないんですよでそのような歴史の尊重ということがあって初めて共同体というものは長持ちします。で今そうは言いながら実は先進国を中心にですね例えば GDP 比でいうとですね要するに先進国という意味なんだけど同性婚は実はもう GDP 比では52%の国で認められてるんですよ 人口比だと17%なんですと我が国において、えー、今回の LGBT 法制というのはですねこの私はですよ私個人の主観としては同性婚に推進派は道を開くつもりなんです私はこれは逆に歯止めをかけていく先進国みんなに同調していくということに決してしないための歯止めとしての 役割が必要になっててくるといいう捉え方をしていますこれはまだ、えー、法案提出前そして、えー、提出後も予断できないものなので何でもかんでも今あの知ってる情報をお話ししたり私の考えは全部はお話しできませんがとりあえずこの、えー、防,衛防御ラインとしての、えー、同性婚というものの認識も 含めて皆さんにお伝えしておこうと思いました。ありがとうございました。